花デートは、日本の女性プロレスラー、キックボクサー、総合格闘家、2005年10月8歳から格闘技を始めた。人見知りが多く、全く話をしなくて、学校でいじめを受けた時代もあったが、11歳の時、マハラージャカルーリカと呼ばれる、インド王族武術をバックボーンとする、チームデートに入門、本格的に武術を学び、厳しい時期を克服した。 選手になろうとするとき、父は反対したが母親が賛成し、支援してくれた。2011年11月、14歳のときからアマチュアキックボクシング大会に出場して、経歴を積んだ。旧名は、伊達花。2014年より、チームデート全選手の解明に合わせ、花デートに解明。リングネーム、花の由来は、意識もあり、荒々しさもあるイメージから来ている。 アイドル的な人気を持ち、サウスポーかつ独特な構えと間合いで戦う。しかし、一度喋り出すと、放送事故と言われるほどの破壊力を発揮する。藤本司からは、運動神経がズバ抜けているが、動きを全く覚えないと落第生の落因を押されている。一方でそういう人物こそ、本番で、奇想天外な動きを見せる可能性があると期待を寄せている。また、 デビュー戦の相手である、長崎マルコからは、口では、好きと言ってるけれど、上からプロレスやれって言われてるだけ。本気なら、練習中にそういう態度見せろと急断された。アマチュアアマチュアアマチュアグラップリングルール、ありがとうございます。